生物はどうやって生き続けられるんだろう。神経はどう生き物を支配するんだろう。どうして人は記憶できるんだろう。2014年の4月に理学研究科に2つあった生物化学専攻と生物サイエンス専攻というのが統合して新しい生物化学専攻になりました。これは非常に幅広い分野の生物化学、生命化学の分野に意欲がある学生たちに広く優れた教育を受けてもらいたいというそういう形でスタートしたものです。旧生物化学専攻とそれから旧生物サイエンス専攻それぞれの特徴を生かしまして、分子レベルのミクロの共通基盤から、生物の多様性を意識した非常にマクロな生物学まで、広い分野をカバーしようとしています。それから、この統合を機に、物理や化学などの、関連分野との教育領域、境界領域というものも、大きく広げていこうということで基幹講座として生物化学、それから光計測生命学、および生物学という3つの講座、それからそれに加えてさまざまな協力講座があります。システム生物学を専攻しています。テーマとしましては人の血糖値の制御システムを研究しています。私は小さい頃から生物がどうやって動いているのかとか生物のシステムについて興味がありました。それで学科の方で生物と情報科学の勉強をしましてその2つを合わせて生物の大量な情報を解析しながら人の血糖値のシステムを解明することを目指そうと思いました。生物と情報の両方を勉強しているので実験をしている中で新しい発見もあるし解析している中でも新しい発見があると。で、その2つの発見が得られることも喜びなんですけれども、例えば解析で新しく分かったことをすぐにこう実験に反映させて別の実験を組むことができるといって、このようにもう今までなかったような実験と解析のサイクルを自分で実行できるのがすごく喜びです。生態情報学研究室で魚の脳の生殖を制御する神経の遺伝子について調べています。複数の魚の脳を使って脳の切片を作りその神経に特異的な神経伝達物質を抗体で染色してその神経の分布を調べています。もともと動物の行動を決める神経に興味がありましてでこの研究室に入ってでその魚の種類によってもその神経でどのような遺伝子が働いているかというのが違うということに興味を持ってこの研究を始めました。やはり自分の予想していたことでもそうでないことでもその結果がそのはっきりと現れて考えられるようなデータが出ると嬉しいですしあとは自分はその受精卵とかを使って発生させることもやっているので新しい魚が生まれるというのはやはり嬉しいです。私の研究テーマは線虫 C. エレガンスのフェロモンシグナル伝達経路の分子の探索です。そのフェロモンシグナルの中でも学習に関するフェロモンシグナルに関して探索を進めています。線虫は神経が302個しかないとてもシンプルな生物ですが匂いの有無と餌の有無これを関連づける学習を行うことができます。ただしこの学習は培地中のフェロモン濃度によって学習できたり学習できなかったりすることが当研究室の先行研究で報告されました。私はその中でも学習に関するフェロモンシグナル伝達経路の分子機構について調べているところです。旧生物化学専攻は50年、それから旧生物サイエンス専攻は130年という非常に長い伝統を持ちますので、その伝統と文化を基盤にしていますが、教員は基幹講座で80名、それから協力講座、連携講座を含めると150名がおります。
それから遺伝子実験施設、それから臨海実験場、植物園といった付属施設、それから本学内外のさまざまな研究所の教員に参加しております。そして世界レベルでの研究設備、そして世界の第一人者たちの研究者を揃えて、理学としての生物科学、生命科学をの研究を推進しているところです。生物学に対する興味というのは人それぞれだと思うんですけれども、今後の生物を考える上で、生物から大量に出てくる情報とか、生物が細々したところから全体としての機能がどうやってできてくるのかとか、そういうシステムに興味がある人もぜひ、専攻を考えてみてください。いろいろな生物のさまざまな現象に興味を持っている学生がすごく多くて、その生物について深く知りたいだとか、現象を解明したいという人にはぜひ生物科学専攻を考えてほしいなと思います。生物学は技術の発展に伴ってハードワーカーであることが求められる時代になってきましたが、生物科学専攻の設備や周りの皆さんの研究者の仲間の協力を得れば、どんな困難でも打ち勝って論文を出していけると思うので、ぜひ一緒に頑張りましょう。生物科学専攻は世界最先端の研究に触れることができて、またさまざまな分野を学ぶことができる環境です。意欲のある学生には一人でも多く門を叩いてほしいと思っています。